皆様、本日はお忙しい中、三和工業株式会社2023年3月期第2四半期ウェブ決算説明会をご視聴いただき、誠にありがとうございます。今回の説明会は、昨今の状況に鑑み、Zoom によるウェブ配信形式とさせていただきました。まず、はじめに、会社側出席者のご案内をさせていただきます。本日の会社側出席者は、取締役社長、武田玄也でございます。続きまして、取締役 CFO、佐々木宗俊でございます。はじめに CFO の佐々木より、2023年3月期第2四半期決算の概要をご説明の後、社長の武田より中期経営方針の進捗状況についてご説明いたします。それでは CFO の佐々木より2023年3月期第2四半期決算についてご説明いたします。CFO の佐々木でございます。本日はお忙しい中ご視聴賜り誠にありがとうございます。当第2四半期はかれこれ2年前より続く新型コロナウイルス感染症の影響に加え、中国のロックダウン、ロシア・ウクライナ問題の影響、半導体不足に代表されるサプライチェーンの混乱、海上輸送網の混乱、各自動車メーカーの減産影響、資源価格の高騰やインフレなど様々な悪影響が顕在化した期間でございました。当社も様々な外部環境の影響を受け、前期の下期より続く厳しい経済環境の余波で大変苦しい決算結果となりました。それでは2023年3月期第2四半期の連結損益についてご説明いたします。売上高は635億9900万円となりました。対前期比ではプラス54億8000万円増の 9.4% 増となりましたが、為替換算影響で増えている部分がございますので、実際の仕事量としては前年でと比較して減収となります。営業利益はマイナス9億1000万円となりました。引き続きサプライチェーンの混乱に伴う輸送費の高騰、原材料価格の高騰、インフレに加え、4月5月の上海ロックダウンの影響や、ロシア・ウクライナ問題の影響を各地域で受ける結果となりました。経常利益はマイナス4億1100万円となり、当期純利益はマイナス17億4600万円となりました。続きまして、地域セグメント別の実績でございます。日本ですが、売上高214億6600万円、営業利益はプラス2億2800万円となり、第1四半期の赤字からは回復しました。売上は前期と同水準となるも、海外向けの輸出分において円安の恩恵を受け、若干の増収となりました。利益については材料費の高騰、エネルギー価格などの高騰に対する価格転嫁が進まず、経済活動の再開に向けた活動の再開で固定費が増加傾向にあり、下期は客先へのコスト増の転嫁交渉の張り取りが鍵となります。続きまして、米州は売上189億8900万円、営業利益はマイナス21億7200万円となりました。売上増は為替換算によるもので、実際は昨年の下期より継続する客先の突発的な生産調整に伴う減産に加え、物流網の混乱、輸送費の高騰、材料を含むインフレ、人手不足を背景とする人件費の高騰により大きな損失となっております。欧州は売上113億5700万円、営業利益はマイナス1億4000万円となりました。こちらも売上は為替換算による増加であり、実際は2月末より半導体不足問題、ロシア・ウクライナ問題に伴う突発的な生産調整による休業の増加、樹脂材料を代表とする材料費、生産費、人件費の高騰の価格転嫁が進まず、影響が出ております。中国は売上91億7700万円、営業利益
2億900万円となりました。4月5月に上海ロックダウンが発生したことにより、売上減は為替換算の影響で打ち消される形となっておりますが、実質は大幅な減産の影響を受けております。それに合わせて利益も大幅な減益となりました。アジアにつきましては、売上高123億5700万円、営業利益9億4300万円となりました。昨年対比では新型コロナウイルス感染症拡大からの本年は生産挽回により増収となっておりますが、こちらも上海ロックダウンに伴うサプライチェーンの影響を受け、利益は第一四半期から大幅にスローダウンしております。続きまして、営業利益以下の各段階利益となります。特別損失において、以前の自動車部品に関する競争法違反行為により損害を被ったとして、カナダにおいて損害賠償等を求める集団訴訟及び特定顧客より本件に関連した損害について賠償負担を求められており、損害賠償損失引当金を紙記において計上しております。続きまして、営業利益の前年同期比の縦グラフとなります。縦グラフ左側の付加価値売上変動については、決算における名目上は対前年比で売上は54億円ほど増加しておりましたが、為替影響に伴うもので、実質の各地域の通貨ベースですと、半導体供給不足による顧客の生産減の影響で売上減となっております。また、縦グラフ2つ目にある付加価値、括弧売上構成等は、約37億3500万円と、材料費の高騰、輸送費高騰などのインフレの影響で、前年からは決算の悪化要因となっております。第一四半期でこの部分が14億2900万円でしたので、比例比に与えるネガティブな影響は拡大した第二四半期でございました。固定費につきましても、生産変動に伴う米国での人員確保の難しさ、人件費の高騰、資源価格の高騰に伴うインフレの悪影響が決算にも現れております。そのため、営業利益は前年の34億1600万円から今期マイナス9億1000万円と昨年のコロナ禍からの回復で調子の良かった対前年同期比ではマイナス43億となり、厳しい経営環境が決算に現れております。続きまして、2023年3月期の連結財務状況をご説明いたします。全体的に貸借対照表も前年と比較しますと、円安の影響を受けて膨らんでおります。棚卸資産に関しましては、前年と比較すると、プラス29億100万円増加しており、円安による換算影響や材料費の高騰もございますが、昨年代続く輸送網の混乱に伴い、引き続き高い水準で推移しております。財務の健全性を図る DE レシオ自己資本比率に関しましても、当第二四半期のパフォーマンスの影響を受け、悪化しております。続きまして、連結のキャッシュフローの状況でございます。営業キャッシュフローは15億8600万円、投資キャッシュフローがマイナス25億3500万円、財務キャッシュフローがプラス7億8300万円となりました。営業キャッシュフローは昨今の生産数量の大きな変動、資材価格高騰、インフレ影響に伴い、稼ぐ力が落ちてきていることにより減少しています。投資キャッシュフローにつきましては、積極的な設備投資を年初の事業計画に織り込んだ計画をしておりました。設備投資が開始されており、またほぼ減価償却見合いの現在は設備投資の状況となっております。最後に、この上期は、上海ロックダウン、ロシア・ウクライナ問題など、地政学リスクが顕在化した第二四半期となりました。また、半導体不足に伴う取引先の生産調整、サプライチェーンの混乱、海上輸送網の高騰、材料・資材価格の高騰、人員の確保難、資源価格の高騰、その他インフレなど、多岐にわたって継続しております。自動車業界を取り巻く環境は、現在の問題は今の足元でも継続し、また想定しない新たな事象も起こるような大変厳しい状況となっています。まず我々としましては、資材やインフレの影響などでダメージを受けた部分は、改善という自助努力だけではカバーできるレベルを超えており、取引先への確実な価格転嫁の交渉という形で販売単価への反映、保証を求めることが決算の正常化にとって最優先事項と考えております。
また数量変動につきましても、半導体の問題、突発の生産調整など、まだまだ足元でも継続しております。数量の変動に耐えうる生産、発注、取引先との契約体系など、様々な対処が必要な状況であり、今一度社内の仕事の仕組みを見直し、全社を挙げた効率化の追求や、スリム化への追求、無駄取りを推進していく必要があると考えております。以上、当社グループ2023年3月期第2四半期決算の概要についてご説明いたしました。ありがとうございます。続きまして、社長の武田より、中期経営方針の取り組みについてご説明いたします。社長の武田でございます。当社は10年後の2030年度に向けた中期経営方針を策定し、2021年度から始動しました。本日はその進捗状況についてご説明させていただきます。当社は中期経営方針において、2030年度に連結売上2000億円、ROE15% という定量目標を掲げております。その実現に向けた成長戦略の3本柱が既存事業の進化、サーマルソリューション事業の拡大、そして次世代コア事業の創出です。当社が既存事業と位置づけ、現在の売上高の大半を占めるブレーキ燃料配管及びエンジン部品製品は、2030年度に売上高1200億円以上、営業利益率 10% 以上の目標を掲げております。当社では営業活動の積極展開を図る一方で、お客様の設計変更要請に即応すべく、試作用シミュレーターを活用した開発リードタイムの短縮化を進めております。また、2022年10月には技術開発部を新設し、既存事業に関わる技術協会の体制を整えました。さらに現在新規参入がなく、数社の寡占が続く中で、当社製品の品質向上がお客様からの評価を高めており、想定以上のシェア拡大が見込まれることから、既存事業の売上高と営業利益率については、目標数値を超えて着地する可能性がございます。サーマルソリューション事業におきましては、当社が持つ配管から熱交換器まで一貫して最適設計、生産ができる強みを活かして、放熱、熱回収や熱の有効利用に至るまでのソリューション提供による売上増加を狙っております。電動車に対応した高性能な熱冷却性能を持つ自動車部品に加えまして、データセンターや CPU、GPU などの冷却システムをはじめとする新たな市場にも参入します。2030年度における売上高500億円の達成を目指して、このうち250億円を電気自動車向け製品、残り250億円を HPC 冷却製品など非自動車分野の売上とする計画です。その中でも冷却水溶樹脂配管製品の施策のアプローチが成果を上げており、これまでにもトヨタ自動車株式会社の新型 BEV 車 BZ4X や富士通株式会社が提供するクラウドサービス HPC への採用を獲得しております。また本年10月にはサーマルソリューション事業におけるデータセンター CPU、GPU 向け水冷式冷却システムの専用ウェブサイトを開設しております。新たに公開したウェブサイトでは、自動車部品を手掛けて50年以上の歴史と、車両配管領域におけるグローバルでの高いシェアを持つ当社の技術の中でも、特に水冷式の冷却システムについて、データセンターや CPU、GPU の冷却、あるいは省エネや CO2 削減ニーズへの対応にフォーカスした情報発信を行うことにより、新規顧客の開拓を目指しております。引き続き実績を積み上げながら、設計の標準化に向けた提案を通じて利益を確保してまいります。次世代コア事業の創出は、将来の成長に向けた第3の事業展開として、自動車分野にとらわれず、新たな領域に参入し、テクノロジーで社会課題の解決を図るもので、2030年度における売上高300億円を目標に掲げています。当社は地の探索を通じて自社の既存技術にとらわれず可能性の種をまき将来の成長に向けた布石を打っています。産学共同研究やベンチャーへの出資により熱電発電素子やがん研磨加工サービス、バッテリーモジュールの開発、また地域創生につながるモビリティサービスなど多くのプロジェクトを並行して進めております。またものづくりを通じて若年層に専門知識や技術を継承する次世代教育もテーマの一つです。最後に ESG への取り組みについてです。当社は ESG 経営の一環として、事業活動による社会環境への影響を評価し、優先順位を明確化するマテリアリティ、重要課題の特定を進めております。
その具体的な内容については今後さらなる検討を経て発表の予定です。サステナビリティに対する認識を全社で共有し、社員一人一人が主体的に行動することで、より大きな社会価値を実現してまいります。以上、中期経営方針の取り組みについてご説明いたしました。以上をもちまして、三王工業株式会社2023年3月期中間ウェブ決算説明会を終了させていただきます。本日はお忙しい中、ご視聴いただき、誠にありがとうございました。